フェデリコ・バーモンテス、フェデリコ・バーモンテスは、スペイン・カスティーリャ・ラマンチャ州、トレド県のサント・ドミンゴ・カウディージャ出身の、元自転車競技選手。トレドの高の異名を持ち、ロードレース史上屈指の山岳王として今もなおなお、残す、名選手である。バーモンテスが、グランツールで獲得した、山岳王の回数は9回。グランツール史上最多記録である。 とりわけツールでの6回という記録は、ルシアン・バミンプが1983年に大記録としてようやく並び、リシャール・ビランクが2004年に7度目の受賞を果たすまで、長らく同レースの最多記録であった。ともすれば、総合優勝よりも、三学王にこだわりを見せていたバーモンテスだが、1959年のツールでは総合優勝も果たすことになる。 ピラネー語への第14ステージを終えた段階で、バーモンテスは、総合主位のよー方ンナールに7分4秒差の6位につけていた。ところが、翌、第15ステージのピュイドドームでの個人タイムトライアルを制したばかりか、方ンナールとの差を一気に4秒差まで縮める脅威の走りを見せる。そして舞台をアルプスに移した第17ステージにおいて、 区間優勝のシャルリーゴールを利して、同タイム2位に入り、ついにここで、マイオジョーヌを手に入れた。ガリビエ峠など標高2000メートル級の山々が、連なる難所の、第18ステージにおいても、ジャック・アンクティル、ゴールらを完璧に抑え込んでマイオを死守。アンクティルはこの時点で9分以上の差をつけられ5位、ゴールは21分以上の差をつけられ10位と、両者は、 完全に総合優勝争いから脱落した。その後アンクティルは懸命に追い上げを見せるものの3位止まり。バーモンテスが単なるクライマーではないという強さを遺憾なく発揮した大会となった。ツールでは1963年においてもアンクティルに最後は総合3連覇を許すことにはなるものの3分35秒差の総合2位に入った。 もっともこの年のツールでは、ピレネー越え最終日となる、第16ステージで完璧な走りを見せ、一時は、アンクティル危うしの声まであったという。アンクティルは、第19ステージの個人 TT でようやく、バーモンテスを振り切ってそのまま、総合3連覇を果たした。なお、バーモンテス以外の選手はいずれもアンクティルに10分、以上の差をつけられていた。ちなみに、他の主要、 ステージレースにおける総合優勝並びに、同安定レースの優勝記録はなく、まさしく、優勝よりも、山岳王の称号に誇りを感じていたと言っても、過言ではない。ありがとうございます。